はい、どうもこんにちは、直人です。今日はですね、フェイジョア園にバークを巻いていこうと思うんですけども、実はこのバーク無料なんですね。はい、このバークは、栃木県にある柿沼商店さんっていう、木材のチップとかですね、ヒノキを使った家具とかを作ってらっしゃる、お店なんですけど、お店というかね、企業さんなんですけど、こちらの方が、無料でね、配っているというかですね、そのバークをですね、いただいてきました。私みたいにね、果樹をやっている方とかで、果樹のね、周りをマルチングですね、バークでマルチしたり、ブルーベリーとかですね、の周りをマルチしたりとかっていう場合に、すごいね、使えるんじゃないかなと思いますね。他には公園とかね、あとはそうだな、酪農とかですね、やってらっしゃる方ですね。うん、牛とか豚とかですね。あとは鳥とかでもいいかもしれないですよね。うん。そういうのをね、やってらっしゃる方はね、とってもありがたいんじゃないかなと思いますね。はい。柿沼商店さんのホームページとかですね、連絡先などは、概要欄に出しておきますので、ぜひともね、お問い合わせしてみてください。はい、それではね、早速ね、ちょっと下ろしていこうかなと思います。はい、下ろし終わりました。こんな感じですね。よいしょ。柿沼商店さんでね、扱ってるバークが、針葉樹と広葉樹、こちらの2種類ですね。はい。で、どちらもね、選ぶことができます。私はね、別にどちらでも良かったので、ちょっとね、混ざってるものですね。針葉樹と広葉樹が混ざってるもの。こちらをね、ちょっといただいてきました。結構ね、このバークの皮のサイズが大きいので、畑とかに入れるのはちょっと厳しいかなって思いますね。このまま入れてしまうとね、畝立てとかマルチとかが張りづらいので、ちょっと畑には入れられないかなっていう感じはします。ですけども、そうですね、やっぱりさっきも言いましたけど、果樹であったりとか、酪農養豚とかですね、そういったものにはすごい使えるんじゃないかなと思いますね。はい。
はい、こんな風にね、マルチングしてみました。もう少しね、巻いてもいいかなと思いますね。木の周りの雑草の抑制であったりとか、地温がね、下がりづらかったりしますね。またね、この有機物が分解されることで栄養となってですね、果樹に栄養がいくということですね。こういう栽培をね、私はしております。今日はね、他の木にもこのマルチングをして終わりにしようかなと思っております。はい、ナオトでした。バイバーイ。神一重ね、君は悪魔、高まる勝負。